中津市歴史民俗資料館は、大分県中津市にあった、歴史系の博物館。当地は、小畑徳次郎の生誕地で、小畑の遺言により死後の1909年に、中津図書館に、中津市立小畑記念図書館となるが建てられ、1938年には、改築が行われたが、施設が手狭になり片橋町へ移転することになったため、 その建物を利用する形で1992年6月に開館した。建物は1997年に国の登録有形文化財となっている。中津市歴史博物館へ移転開所するため2018年6月30日で閉館し、建物は耐震改修を経て学習交流拠点施設、新中津市学校となった。下記の館内展示のほか前提には 江戸時代に中津城下で使用されていた上水道、御水道の復元模型が展示されている。中津城跡をはじめとする市内の遺跡から発掘された河原家、鉄器、仏像、仏具などのほか、闇ハ浜神社の御輿、市内の地形の模型が展示されている。常設展示は中津城の城下町における商人、職人の生活の様子や使用していた道具、 商人の帳場のジオラマ。企画展はこの木座橋で行われるため、企画展開催中は常設展示の一部が撤去される。市内で使用されていた農具、漁具、大正、昭和期の庶民の玩具、かつて中津駅を起点に、守る実温泉駅まで運行されていた、ヤバ系鉄道関連の品々、大正時代の炊事場のジオラマなどが展示されている。ありがとうございます。